皆さんです。アンデスフォロクローレ音楽を楽しんできました。皆さんと一緒に秋の一日を楽しみたいとのことです。会場にお越しの皆さんもノリノリになって楽しんでいきましょう。それではエルアルマの皆さんです。どうぞ。この辺だけ雲があるんですけど、西の方明るいんですよね。
最近我々が演奏すると雨が降るっていうジンクスがあって雨をよく歌っているのがあるんですが、それはしばらく封印してたんですけれども、今日は演奏しない予定です。晴れるように演奏していきたいなと思います。1曲目、カラリャンタという曲でした。カラリャンタっていうのはボリビアの方で大きな岩をこう苔むした、まあ、岩に苔むした苔のことを言うんですね。で、暖かく暖かく岩を守ってくれる、温めてくれる、まあ、そんな意味合いを込めたカラリャンタという曲でした。晴れることを願ってですね、希望という曲を次にお送りしたいと思います。わお、あるかな、すげー。Thank you.
どうも本当にありがとうございますね。3曲目、もうどんどん進めていきたいと思いますね。説明をして長引くなるので、なるべく早く終わるようにしていきたいと思います。このジャズフェス、皆様のいろんな協力で成り立っています。皆様のカンパ、そういったもので、皆さんここにいるスタッフの皆さんと一緒に作り上げて、まあ、そんなお祭りです。でこれ、カラカラカラってなるやつ、そこにですね、カンパをするといただけます。ぜひ皆さんも、これを持ってあちこちを歩きいただきたいと思います。それでは3曲目になりますが、コンドルは飛んでいくとお送りします。
あまあ、あんまり大木のそばに近づいてもダメですね。はい、では景気のいい曲を、雨と一緒に進めたいと思います。ラ・マリポーサ、少女という曲をお送りします。すごいですね。雨にもかかわらずありがとうございます。後ろの方も周りの方もありがとうございます。とにかく
深く続けちゃいましょう。雷も鳴ってますので十分注意をしてください。本当はね、木の下って危ないらしいんですよね。幹のすぐそばっていうのはちょっと気をつけましょう。ですね、次に用意した曲が実はあの星空の曲なんですよね、星という曲なんですけれども、晴れることをこれも願いながら、さっき晴れることを願いながら演奏してたらますます雨が強くなってきたんですけれども、まあ、それはそれとしながらまた続けていきたいと思います。この雲の向こうには星が輝いているんですけれども、はい、どんどん行きましょう。それではあの今
来てくれた全ての皆さんに出会いという曲をお送りします。最後の曲になります。エルサレに旅人という曲で終わりたいと思います。今日は本当に雨の中ありがとうございました。そして、皆さんの協力でこの会が成り立っていることに感謝しつつ、そして今日のスタッフの皆さんにも感謝しながらエルサレに旅人という曲をお送りします。
今日は本当に雨の中ありがとうございました、注意してお帰りください。また明日もジャズフェスあります、今日はあとまた市民広場の方でも夜遅くまで演奏してます、今夜一晩そして明日とジャズフェスゆっくり堪能していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとう。ボロボロだ。ありがとうございました。爽快なリズムさん。